ちはとっても楽しい遊びが大好き。完璧を求めるより、あ、楽しいな、たら楽しいな。いろんな動物の鳴きまねっこや、ぴょんぴょん跳ねたり、飛んだり、いろんな動物の曲をイメージして弾くのもとっても楽しいです。子供たちは少々疲れ気味。乾燥、手が乾燥したり、擦り傷を作ったり、子供たちの安全をきちんと確保してあげるのもピアノ教師としての務めです。今日も動物の曲をお届けします。出てきたかな？小狐に森のクマさん、白クマのジェンカもとっても楽しいですね。十二支の歌からメリーさんの羊、桃太郎に浦島太郎に、いろんな曲が楽しく弾ける。これはとっても楽しいです。良い子の皆さんも無理をしないで楽しく歌いながら弾いてみてください。子どもたちの危険や怪我から守るのも指導者としての役割です。決して無理をさせない。いたわって励まして勇気づけてあげましょう。それではだるまさんがころんだ。最初はぐっちゃんけんぽん。生まれたで3歳、6歳、9歳、シニアの方まで楽しく学びます。おかげさまで保育園の女の子も実に興味を持っていろいろと先生に尋ねてくれます。正しい姿勢に指番号、ゆっくり練習することで基礎も身についてきます。指替え、指くぐり、指かぶせ、ゆっくり練習すれば必ずできるようになっております。励まして共に遊びながら、いないいないバーン。あら、なんだか今日は焦げ臭い匂いがするわね。とか子供たちも何でも話してくれます。それではまた。お楽しみ抽選会に。
なぞなぞ。いろんな芸をアイデアやご要望があれば何なりとお申し付けくださいませ。